ごめんごめん。ねえ、遅れてくるのよ、主役は。ほらほら、はよはよ。お、で誰？あ、遅れてくるなんて、いいご身分だな。やっぱり。あと出たわ、昔よく島村とかで見たこの謎の穴が開いて糸が通ってる謎の服。昔よく島村で見たあの謎のあの穴があって、そこになぜか糸がこうやって交互に通ってる服。ごめん遅れて。今回はよしとしてやる、うん、せっかく来たんだし今日は楽しまなきゃな。そうよね、岡山。あ、さすがポッチャリン、バッチリじゃん。あれ、テレ君も来てたんだ。お前こそ。あれ、それじゃ。何それじゃって。いや、あら、なんだ君も来てたんだ。あれ、テレ君ここでも何言いこぶるんだ。混乱してる。なかなかおもろいメンバーやろ。うん、そういうことやから今日は思いっきり楽しもうな。楽しもうな。え、でもそろそろ中に入ろうか。あれ、3と違って1回しか乗れないんだっけ。全種類乗れるわけじゃないんだっけ。はいはい、アンケートの時間やで。あら、マンケート。最初何乗る。あれ、全部乗れるんだっけこれ。あ、3回乗れる、ありがとう。じゃあ、てるくんってメリーゴーランド、メリーゴーランド好きじゃないな。じゃあジェットコースターを、ほら行こか、ハリーと乗ろう。ドミエ、はいはい、ジェットコースター誰と乗るん。うち。じゃあしょうがないな、空気を読んでハリーと乗ってあげる。ほんなら私は佐伯くんと乗るもんな。あら、うん、わかった。なんかうちまずいことやっちゃった？今日のメインだ。ほらさっさと行け。あ、ねえ、行こう行こう行こう。気にしない気にしない。鬼畜女。鬼畜女。いや、怖い怖い。ハリー怖い。ハリー怖い怖い。次はどこがいいやろな。ざまざま。じゃあメリーゴーランド。ああ、せやな、うん、そうしよう。うんうん。メリーゴーランドか。ねえ、ロマンチックやな。あんた誰と乗りたい。じゃあうちはテル君とハリーが乗ってるところを見たいからお前と乗るわ。せやなぁ。うわ、いろいろ難しいもんやな。めっちゃ嫌がられてる。あ、こっちの話めっちゃ嫌がられてる。なんでお前と乗んなきゃいけないのよみたいな。あ、え、ハルシちゃんってこんな顔するの。すごい、なんかガラスの仮面みたいな顔になってる。なんだかんだで嬉しそうじゃん。ほんなら最後はあれに乗るしかないな。うん、行こか。行こう行こう。さあ、観覧車か。てるくん好きなのかな。二人女子の方が良さそうやな。あんた誰と乗りたい。じゃあ私はてるくんかな、好きかな。ほんまに。うん、ほんなら私はハリーと乗るしかないよな。観覧車の中でいてこましたら飽きまへんで、もうお互い。こじんまりしてるけど、お、見晴らし良さそうだね。あら、てるくん結構好きよとして。あら、観覧車好き。あ、好きなんだ、よかった。てるくん観覧車好きなのね、よかった。うちも、私がジェットコースターハリーと一緒に乗っている時のあんたの顔がすごい楽しかった。こういう遊び方、うん、面白いかもな。ね、時間があったらまた集まろうぜ。ね、集まろう集まろう。今日は面白かった。うん、じゃあな。じゃあね、楽しかったね。あ、じゃあ
僕はこれで。営業ボイスだわ。お疲れ様。疲れた。え、感じ悪ー。今日どうやった？なんかええことあったかな？あんたが悔しがってる顔見れたぐらいかな。うん、楽しかったよ。今日は誘ってくれてありがとう。そっか、よかった。またみんなで来れたらええな。うん、じゃ帰ろっか。ねえ、春日ちゃんは本当ライバルじゃなかったらいい子だね。え、ねえ、え、ねえ、1年目の11月になっても女友達一人しかいないっておかしくない？え、女の子の友達なんでこんなにいないの今回。あ、魅力、魅力ね。ちょっと魅力上げたいから魅力じゃ強化しましょう。誕生日近いし。お、あ、そういえばもうすぐ柴くんの誕生日。あら、買いに行きます。早速プレゼント買いに行かなくちゃ。で、柴くんはあれ、一番上か一番下、エキスパンダーデラック一番下かな。絶対2のわけないじゃん。サイン意外と、なんかエキスパンダーデラックってなんかよくわかんない。じゃあ、安眠枕だと思ったような気がする。ねえ、喜んでくれるかな。あ、パラメータが低いのね、私。柴くん。なんだ。あ、お誕生日おめでとう。へえ、開けていいか。うん、開けて開けて。俺の欲しいもの。お、よくわかったな。やったー。あ、ありがとう。大切にする。あー、やばい、やっぱり好きー。ありがとう、大切にする。やだー、やばいやばい。もうだってし、柴くんはクリアしたもん過去に。ダメよ。あと、あー、バーゲンとかではないもんね。じゃあ寝よっか、ちょっとね。あ、そして誕生日の日にてるくんとデートに行ってきたいと思いますけど。あ、前ピュア服だったのか。じゃあどうしよう、アクセサリーを変えてみようかな。じゃあこれで、これでいっか。はい、あったかさも OK ですよこれで。あ、もう来てるわ。ごめんね、待った。あ、今帰るとこ。またこのなんかどっかのなんか不思議な服を着てるわ。ごめん、誕生日だから許して。 あら、ほら行くぞ。あら、ちょっとかしら。またその服さ。うん、この服。うん、俺そういうのすごく、なんていうか、私はその服嫌い。やった、サイキックに褒められたよ。あ、今日はどこ見る。え、後ろの子供どうしたの。めっちゃ泣いてるんだけど。ねー、てんてんてん。そうするか。え、じゃあ行くぞ。どこに行くの。あ、お、これなんかお前っぽい。あ、これは進めてくれてるっぽいな。これは進めてくれてるっぽいな。に、ああ、お、そうしろよ。鋭いだろ、俺の見立てって。やったー、よかった。あと虎道寺さん、ありがとう。ごごく、よかった。わあ、トイレ探したら道に迷っちゃった。あららら、ら、サイキくんはいた。あっ、やだーん、あんまり見てはいけないものを見てしまった感じだわ。あ、でも顔は可愛い。
この顔は可愛い。まあね、今時の男の子だもん、髪型ぐらい直すわよね。お遅かったな。ちょっと気まずいよね。多分テル君的には見られたくなかったんだろうね。お待たせ、今日も髪型今日も髪型決まってるね。なんだよ急に。あら、あ、とぼけてる。今ウィンドウ見て髪直してたでしょ。してない。あら、嘘、見ちゃったよ。してないったらしてない。あれ、後ろの方まだちょっと跳ねてるかも。どこマジで。あ、リアル。どこマジで。嘘。プー、クスクス。ねえねえ、なんか目が怖いよ。今からお前の髪を再起不能なまでぐしゃぐしゃにする。やめて、もう GV はやめて。みんな見てる、やだ、こんなみんなの前でやめてよ。もうやだ、こんなんや、出ていきたい。もうやだ、ダオットに殺される。ごめん、悪いな、あなたは全然悪くない、悪いのは全部私なの。またあざが増えたわ。今日俺笑ってばっかだ。お前サイコパスか。ちょっと遅いな、送ってやる。あら、もうこういう、もう DV 男の典型。もう DV やった後にこうやって急に優しくなるのって、もうほんと、もう典型的 DV 男。俺にはお前が必要なんだ。ありがとう、送ってくれて。いや、ちょうどいいよ。お、なんかちょっと言いそびれてたから。何あれ、あれ、うん、誕生日おめでとう。あら、しかも真顔で覚えててくれたんだ。まあ一応。それでこれプレゼント。あら、1年目なのにもらえた、ありがとう。うん、よかった。うん、ちゃんと言えて。じゃあおやすみ。あー、悔しいけど。あ、私典型的 DV 男に騙されるタイプだわ。どんなにボコボコにされても、こうやってちょっと優しくされたらコロコロコロロって言っちゃうタイプだから。やだーん、これだから別れられないのよ。何くれたんだろう。あっ、やだー、ちょっと分かってるじゃん、カピバラのぬいぐるみ。え、分かってるじゃん、大好き。あ、誰、ハルヒ。はーい。あ、じゃーん、サプライズ。あら、ありがとう。ハルヒちゃん、どうしたの。ハッピーバースデー。はい、これプレゼント。やん、この子とバトりたくないな。わー、嬉しい、わざわざありがとう。大好きな友達の誕生日やもん。これくらい当たり前やって。いやー、 VS になりたくないな。できればこの子とは最後まで仲良くいきたいな。ほら、またな。うん、ありがとう。はるひちゃん、何くれたんだろう。いい子だよね。あ、嬉しい。え、ほんと欲しい。だって私のコンパクトミラーさ、私ね、今のコンパクトミラーね、高校2年生の修学旅行で買ったから、15年使ってる。あ、なりちゃん、高校ありがとう。私、このコンパクトミラー15年使ってる。この、黄緑のコンパクトミラー。で、見て、あのね、もうね、あの、鏡の方がやばいの。あの、見て、この、ねえ、わかる？あの、鏡の部分がさ、どんどんなくなってきちゃってるの、なんか。鏡の部分がどんどんなくなってきちゃってるのよ。
ねえ。あとね、この裏もね、あの、モノコムサ？モノコムサのロゴで埋まってたのに、もう全くなくなっちゃった。あの、前面にモノコムサのロゴが入ってたのに、1ミリもなくなっちゃった。あ、メッセージがついてる。この鏡を毎日見つめて、ええ女になりやだって。ありがとう。大事にしようっと。ねえ。私自分がこんなクソみたいな鏡使ってんのにさ、あの昔同期の女の子にアナスイのコンパクトミラーあげたよ。超いい、私超いい女じゃない。私がこんな自分で小汚いミラーを使ってるのにさ、同期の女の子にアナスイのコンパクトミラー誕生日にあげたからね。もうあの時マジで自分いい人だと思ったもん。ねえ、全然そんな大したもんじゃないから、でどんどん使ってって。はい、ということで、じゃあ運動頑張りましょう。アナスイかわいいよね、あの黒いバラのやつ。でも私あれさすがにさ、人前で使えないかなと思って。さすがにさ、人前であのコンパクトミラー広げられないかなみたいな。お、当番だから早めに来たけど、ちょっと早すぎたかな。一番乗りかも。ん、あ、やだ。もたまたまコンタクト忘れてメガネやんやけど、お互い珍しい。あ、ん、見つかっ、あ、メガネ取っちゃった。お前さ、黙って見てんのよな、趣味悪いぞ。でもメガネスチルいいね、メガネ似合ってたよ。でもどうしたのこんなに早く。昨日の夜、仕入れのチェックが多くて授業の予習できなかったんだ。うん、店にいるとつい仕事しちゃうし。あー、努力家だね。あー、なんかみんなとか、あと私の友達のバギマンコちゃんも言ってたんだけど、テルはね、あの1とか3のチート王子とは違って努力家なんだよって言ってたのよ。あの1、2、3とあの王子様がいるけど、違うの、テルは天才じゃなくて秀才なのって。そっか、大変だね、お店と学校の両立。別に勝手にやってることだし。あら、なんかいい子じゃん。目悪いやつは普通持ってるだろ。うん、本読むときはこっちのが楽なんだ。じゃあ普段もつければいいのに。だってなんかかっこ悪いじゃん。え、メガネ似合ってたよね。私好きだったよ、あのメガネ姿。ねえ、結構似合ってたよ。似合ってないんだ。ああ、もうあっち行けよ。うわ、みんなが来る前に終わらせんだから。はいはいはい。あ、やだ、リンクしたわ。はいはい、お邪魔しました。そっか、佐伯くん人の見えてないとこでこんなに努力してるんだ。あら、いいとこあるじゃん。ひかみくんの立場。ひかみくんの立場。あと、じゃあ気配りあげる。あとなんかイベントないかしら。あ、スキースケート場12月20日、海辺の散歩いいんじゃない、てるくんと。あとハリーはスキースケート場ダメかしら。ハリーはさ、スキー行けそうなイメージ。じゃあハリーをスキーに誘ってみようかな。ハリー、あ、ハリーは冬の海が好き。もしもし。あ、もしもし、ハリー、おかまです。あ、お前か。あ、ハリーは冬の海が好き。なんか用か。へえ、あら、じゃあ、あれかしら、ハリー。
ハリーを、じゃあ、冬の海に誘ってみる？じゃあ、誘ってみるか。テル君とも行こう。じゃあ、冬の海。あ！バーゲン！バーゲン！その日は無理だ。あ！俺様超多忙。よかったー。そっか、バーゲン、バーゲン。あ、じゃない。そうだ、振り袖。あ、けど、買える？買えるかしら？リッチ93。買えるかしら？お、いい出来かも。お、どうどう？うんこ。いい出来かも。うんこ。うんこ。うんこが多いわね。50% オフってないんだっけ？あ、190なきゃダメなんだ。ダメか、じゃあ。あと、お、92。あ、テルよりは、ヒカミくんの方が、まあ、やっぱり上なんだ。へぇ、あと私は微妙ね。まあ、こんなもんかな？うん。あんたええな。お、そう？まあ、ハルシちゃんよりはいいかもしれないけどね。これくらいの成績やったら、誰にも怒られることもないやんか。まあ、誰からも褒められもしないけどね。考えてみたら、すっごいいい位置やんな。まあね。怒られへんし、場合によっちゃ、頑張れば次は上位や、なんて励まされるんで。あんたも頑張り？私も、次のテスト、そこ目指そう。こんな低い目標でいいの？あら、お金微妙に足りない？あれ、服って売れるんだよね。服って売れるんだよね。なんかさっき、売れそうな、あ、これ売りましょう、これ。これ売りましょう。カーディガン。よし。で、今日は日曜日だから、23日はバーゲンで、24日クリスマスで、じゃあまあハリーと、もしもし、じゃあ冬の海に行ってみましょう。じゃあ、あら、やだわ、大晦日。大晦日に、海行きましょう。31日に海に散歩しに行かない？こんな年の暮れに。ああ、お、その日は暇だ。おうおお、たまたまな。付き合ってやってもいいぞ。あら、ありがとう。じゃあ31日に羽ばたき駅でね。遅れんなよ。うん、遅れたら首だかんな。首？よーし、じゃあ、あと、そうだね、プレゼント代も稼がなきゃいけないのか。どうしましょう、なんか売れそうなもの。んー、じゃあこれ、あー、どうしよう。じゃあなんかいいや、もうこのネックレス売ろう。はい、あ、今身につけています。じゃあ着替えて売ろう。はい、でネックレスを売って資金にします。はい、よし、じゃあこれで、あとは恋愛がにっこり。じゃあ恋愛をあげたいと思います。セーブ、そうだね、セーブしましょうか。よいしょ。またね、途中でなんかトラブルが起きたら困るから。ちょっとね、バイト頑張ってたけど運転資金がね。あー、ドレスもあったそうだ、ドレスもない。どうしましょう。あー、水着売ろっか。そうだね、水着当分いらないもんね。あ、すっかり遅くなっちゃった。さーて帰ろっと。お、あれ、あそこにいるのって誰？あ、ハリー。
トミー。あ、まあ、今日もあの腰椎をおいためになってどこかにお出かけ。ああ、これからライブ用の衣装選びだ。あー、ていうかその服はライブの衣装じゃないの？ねえ、その服は衣装じゃないの？決めてねえ。なんだったら来るか。あ、行く行く行く。いいの？邪魔しねえんだったら別に。うん、よし行くぞ。じゃあポッチャリンには内緒やで。ポッチャリンに言ったらあかんで。マジックアカデミーって。ここで解散。え、解散？え、何のためについてきたの私。俺、服選び始めると周りの音聞こえなくなるんだよ。え、一緒に回っても意味ねえぞ。いや、いいよいいよ。そっか、じゃあ塀越えてもバレないね。好きな店行ってこいよ。うん。ね、適当な時間にここに集合。好きな店って言われても。じゃな。え、置いてかれちゃった。え、